今度はもやしさんからの質問というか提案かな。カイエンさんで合宿型就労支援とか生活支援はしていただけないのですか？他のところ少し怖いので。合宿型か。ありがとうございます。ですね。子供向けはしてるんですよね。新しい配信ソフトなんでビクビクしながらなんですけど、はい、これが子ども向けサービスのサイトで、例えばこれは講習ってなってますけど、自分研究集中講座なので、これは就職というよりも、まあ生活改善とか自分自身を知るような合宿じゃないか、これは講習ですね。で、この前夏はこの同じ講座で、合宿までついたものをしました。といっても1日です。1泊2日ですね。をしており、まあこういうのに参加していただくっていうのはまず一つかなというふうに思います。で、大人向けは考えているかというと、実際はまだあまり考えてないですが、今、実は今年度というのかな、世間一般には、来年の4月以降、3月までと、来年の4月以降、来年度を少しプログラムを変えようと思っています。子供向けと、あと特に、学生向け、学プロですね。だから先ほどお見せしたティーンズと、あと、先ほどはお見せしてないですけれども、学プロというサービスです。で、こちらが、今までは、継続して、始めも終わりもない、始めはあるか。でもそうか。いつ、開始して、いつ終わるっていうのが明確でない。いつ入ってもいいですよ、いつ終えてもいいですよっていうサービスが、主に、ティーンズと学プロだったんですけれども、ちょっと、来年度からは、10回講座とかですね、3ヶ月講座とか、少し短期で、目標やプログラムを明確にしたものをいくつか作っていこうと思っています。なので、今いただいた合宿型就労支援とか、合宿型の生活支援ですかね、というのは少し検討してもいいかもしれないですね。でもお金すごい高くなっちゃうけどな。何泊なのかにもよるかもしれないですけど。あとは、今度、これもちょっとお見せしましょうか。ちょっと待ちくださいね。これだな。今度、ウェビナーをするんですが、グループホーム。発達障害とグループホームというのを、ウェビナーしまして、この中で、私もこのセミナーを、12月の7日に開催予定ですけど、しながら、グループホームって大事だなというのを、感じている最中です。ですので、何を言っているかというと、グループホームを、当社が、あるいは、当社の理念に共鳴する。で、当社もそこの、事業体に共鳴するところと一緒に、合宿じゃないけどグループホームとかそういった身近に住みながらそこまで支援するみたいなのは、本当はした方がいいかなと思いながら考えてますね。はい。なので、いただいたご質問、ご相談、ご提案、合宿型の就労支援や生活訓練はないかということなんですけども、今は子ども向けだけですが、今後は少し単発でするときに、そういった合宿型は検討をしていきたいですし、もしかしたらグループホームとか、そういった住まいを支援する中で、連携するみたいなのが、少し考えた方がいいかなと思ってます。で、もともと開園は、9時5時というのかな、日中の時間を支援する会社になろうと思って、13年前、創業しました。というよりも、創業した後に、自分自身が支援をしていく上で、自分のこの小さな会社で支援をしていく上で、
24時間365日、その人を支援するのは無理だな、それはちょっと自分が潰れてしまうなと。で、世の中にはたくさんいい福祉や支援サービスがあるし、その方々と連携して我々だけにしかできないものをしていこうと。で、それが主に企業、一般社会に対して発達障害の人が働ける場をきちんと確保し、で、その方々の活躍を世の中に伝えることなんだと、まあ、そこにフォーカスしようということで、企業へ の営業とか、企業内で活躍してみんながおすごいねと言ってもらえるようなところを作り出すのが我々だと思っています。ただそれをしながら徐々にやっぱりそれをするためにも周辺を少しやっていかなきゃいけないね。で、開園も少しずつ大きくなってきていて、まあ、こういった生活面のところというのは確かに少し検討し始めていいところかなとは思っていますね。